ユナイテッドエクスプレス3411便乗客強制排除事件は2017年4月9日アメリカ合衆国入りのイシューシカゴのシカゴオヘア国際空港で出発待機中であったルイビル国際空港行きユナイテッドエクスプレス3411便に搭乗していたベトナム系アメリカ人の乗客デイビッド・ダオ・デュイアンが3411便から排除させられ 強制後期の際に空港職員から暴行を受け負傷した事件である。乗り合わせた別の乗客によってこの後期に至るまでの一連の光景が撮影されており映像や写真が SNS に投稿されると多くの人々が事件に対して批判の声を上げた。2017年4月9日午後5時40分直前、シカゴから ルイビルへ向かうユナイテッドエクスプレス3411便に乗客が搭乗し、機体がオ部ア国際空港のエプロンで出発待機中、ユナイテッド航空のゲート係が翌日のフライトのために職員4人を乗せ、代わりに乗客4人を後期させる必要があると発表した。職員はもともと午後2時55分に出発することに、 なっていたユナイテッド航空4448便に搭乗する予定であったが、機体の機械的トラブルで大幅に遅延しており、最悪の場合欠航となる可能性があった。職員は3411便の出発予定時刻19分、前の午後5時21分まで3411便に振り返られなかった。何人かの乗客は、事態は、 急速に広がり監督者のダニエル・ヒルの態度のせいで、さらに問題になったと述べた。乗客のタイラー・ブリッジはこの時の様子について、航空会社の監督者が飛行機に入ってきて、今夜ルイビルに飛ばないといけないユナイテッド航空の職員がいます。この便は乗客4人が降りるまで出発しません。と言った。と述べた。乗客のジェイソン・パウエルは、この説明を聞いた限り、 なぜヒルがイライラとした抗戦的なトーンで状況を説明していたのか理解できなかったと述べた。パウエルはそのトーンに私は引きました。彼女は事態を加速させた。貧弱な指導者でした。と述べた。後の CNN のインタビューで乗客のジョン・クラッセンは最初の依頼が行われた後ユナイテッドの職員は去り、それはエスカレートしました。 彼らが外交を試みただけならばこれらのいずれも起こらなかった。彼らは交渉するのを嫌がっていました。と述べた。ユナイテッド航空は400米ドルの保証金と次回、ユナイテッド航空利用時に使用できる旅券、ホテルへの滞在費、21時間以上後に出発するユナイテッド航空便への振り替えを条件に、 好奇してくれる乗客を募ったが、誰もこれに応じなかったため保証金を800ドルに引き上げた。しかし、この条件でも好奇する乗客が現れなかったため、ユナイテッド航空はコンピュータで無作為に4人を選択して好奇させる旨を乗客に伝えた。選ばれた乗客のうち3人、1組の夫婦とダオの妻と考えられている女性は、要求に応じ好奇した。しかし、 ケンタッキー州、エリザベスタウン出身のベトナム系アメリカ人医師、デイビッド・ダオは、翌日診療所で診察を行う必要があるため、後期には応じられないと要求を拒否した。このため、ユナイテッド航空は、シカゴ市警察とは別の権限を持つシカゴ、空港警備局に助けを求めた。この時の様子について、乗客のメアリー・マイヤーズは、彼は、私は、 飛行機から降りることはできません。私は家に帰らなければならない。私は医師だ。朝病院に行かなければならない。と言った。と述べている。また、マイヤーズは、ダオの発言に対するヒルの態度について、彼女は、それでは、警察に電話して、あなたを飛行機から連れて行ってもらいます。と言った。私の意見ではどんな監督者でもここまで事態が拡大することは、 決してなかったと思います。正直なところ、私はこの事件に関して、全体の責任は彼女にあると責めると思います。彼女はそのレベルにまでいきなり飛ぶ必要はありませんでした。と述べ、他の手段を考えずに、いきなり強制抗棄させることを選んだことを批判している。警備員がやってきても、ダオは抗棄することを拒み続け、そこから叫んで引きずり出された。 別の乗客によると、警備員のジェームズ・ロングがダオを引きずり出す前に、ダオの顔を肘掛けに叩きつけ、その際に、ダオは顔と口を負傷した。乗客の目撃証言によると、ダオが飛行機から引きずり出された後警備員たちは笑っていた。4人の職員はそれから空いている席に座った。その後まもなくして、ダオは何度も、私は家に帰らなければならない。ただ私を殺しなさい。 と言って3411便に再登場した。しかしながら、結局ダオは座席で倒れ単価で運び出された。残りの乗客は血を清掃するために一旦後期させられた。ダオが座席から引きずり出された後、彼の顔は血だらけであった。乗り合わせた他の乗客はスマートフォンのカメラ機能を使用して、この一連の流れを撮影しており、動画や写真が ソーシャルメディアで広く拡散された。別の乗客は、ダオは人種的理由により選ばれたと主張している。ダオは鼻の骨折、2本の前歯の欠損、副腔の損傷、重大な浸透など命に関わらない軽度の怪我で病院に運ばれた。ダオの弁護士によると怪我の治療には再建手術が必要であったという。3411便は、 予定より2時間2分遅れの中部夏、時間午後7時21分に出発し、2時間遅れの中部夏、時間午後9時1分にルイビル国際空港に到着した。翌日、ユナイテッド航空の CEO オスカームニョスは、ダオの強制後期を正当化する声明を発表し、その中で乗客を別の便に振り替えたとダオに対する謝罪をせず、あくまでも、 ただ乗客を振り替え便に移しただけであるとした。ムニョスはまた、ユナイテッド航空の従業員宛ての電子メールで、今回の工期は確立された手順に則っ,って行われたものであり、ダオは破壊的で喧嘩ごしな乗客であったと表現した。しかし、ダオは破壊的で喧嘩ごしな人物であるという説明は乗り合わせた乗客による事件の説明と矛盾していた。乗客の一人、 ジェイソン・パウェルは、ダオは喧嘩腰ではなく、実際のところ彼は、非常に礼儀正しかった。と述べた。また別の乗客であるジョーやカミングスが、携帯で撮影していた動画に映っているダオの姿も、ムニョスの説明とは矛盾していた。ムニョスとユナイテッド航空は、最初の声明について鋭く批判された。事件そのもの、そして事件後にも被害者への謝罪がなかったことにより、 世界中から非難の声が殺到し、あまりにも感覚がずれていて、おかしすぎる、非常識すぎて、ただの人権蹂躙でしかないという苦情が相次いだ。事件の2日後、ムニョスは事件について謝罪し、二度とユナイテッド航空の航空機でこのような事件を起こさないことを約束するという声明を発表した。彼は誰もこの方法で虐待されるべきではありませんと述べた。 ABC によるテレビインタビューでアナウンサーからあなたはダオが何らかの形で過ちを犯したと思いますかと尋ねられムニョスは陰影いいできません。彼はお金を支払い私たちの航空機の座席に座っていた乗客でしたと答えた。事件の結果としてムニョスは以前から計画されていたユナイテッド航空会長への昇進が取り消された。 ダオは4月27日に、ユナイテッド航空と有効的な和解に至った。和解条件は公表されていない。また同日、ユナイテッド航空が最終報告書を発表。本件に関しては、謝罪しても謝罪しきれず、責任はすべてユナイテッド航空にあるとして、改めて謝罪。オーバーブッキングの削減、安全、または保安上の問題がある場合を除き、 警察などの法執行機関による協力を依頼せず、すでに登場した乗客に対執行期を強制しない、保証額の上限を1万ベイドルに増額するなどの改善案が明記され、順次施行していく意向を表明した。2017年4月11日、シカゴの法律事務所ゴールン・クリスティ・トリアと、コーベイディミトリオがダオを代表する声明として、クライアントの家族は、彼らは、 彼らに対する祈りや心配、支援に非常に感謝している気持ちが溢れていることを世界に知ってもらいたいのです。と発表した。この事件に対応した3人の警備員は、ジェームズ・ロング、マウリシオ・ロドリゲス・ジュニア、スティーブン・スミスで、この3人の上司は、ジョン・ウィウア巡査部長であった。ロングは、空港の制限区域への車の運転を禁止するという監督者の命令を無視した後、 長期間の仕事から離脱させられ復帰した直後であった。ダオとの事件後、ロドリゲスとスミスは4月12日に管理上の休暇を、ムーアは4月19日に管理上の休暇を取った。ムーアは監督者に連絡せずに仕事を休んでいたため、1999年から2009年まで少なくとも7回懲戒処分を受けていた。シカゴ航空局は、 ユナイテッド航空3411便の事件は我々の標準的な手順に従っておらず空港警備員の行動は明らかにつぼねによって容認されていない。と述べた。空港警備員は民間警備員と比較してより多くの訓練とより良い給料を受けるがシカゴ警察の警察官よりは少ない訓練とより少ない給料である。事件の直後に市の監察官 ジョゼフ・ファーガソンが調査を開始した。観察総監室は2017年10月17日に2017年第3四半期の報告書で彼らの調査結果を発表した。調査の結果、3人のシカゴ航空庁の空港警備員と1人の空港警備員、巡査部長がシカゴ市の人事規定に違反したことが判明した。具体的にはオフの報告を受けてセリは、 ロングとムーアを解雇し、ロドリゲスとスミスに5日間の職務停止を命じた。2017年6月29日、イリノイ州法執行機関と訓練、企画委員会は、シカゴ空港警備局の認証を取り消し、その機関は、警察の機関ではないと述べた。この事件に促された見直しの結果、2017年7月に、シカゴ航空庁は、飛行人の武装していない。 空港警備員は実際には入りのイ州法に基づく警察官ではないと報告した。彼らの制服、バッジ、自動車は歴史的な理由のために不適切に警察と分類されていた。この報告では誤った気象が数ヶ月以内に取り除かれることを約束した。事件の間3411便に残っていた乗客の撮影した動画や写真は SNS への 投稿を通じて多くの人々に共有され、主要な大手メディアもそのような動画を取り上げて報道を行った。そのようなビデオの一つは8万7千回共有され、1日もしないうちに680万回視聴された。目撃者の一人がワシントンポストに語ったように、被害者は当初中国系アメリカ人であると考えられていた。ダオの娘、クリスタル。 ダオペッパーは、後の記者会見で、彼女の父親は、ベトナム系中国人であると発言した。このため、この事件は中華人民共和国、ベトナムのソーシャルメディア上でも大きく取り上げられ、中華人民共和国のミニブログサイト振動美白では、最も注目されているトピックとなり、4億8000万人を超えるユーザーの注目を集めた。ベトナムでは、 アメリカ合衆国で報告された DAO の過去の主張に対する否定的な反応もあったが、これは無関係でおそらく人種差別主義者とみなされた。DAO の報道では他のアジアの人々も人種差別的な侮辱行為が行われていると感じているとされた。この事件はユナイテッド航空がレギンスを着用しているという理由で10代の少女2人の登場を拒否し、 その対応の可否をめぐって大きな論争が巻き起こった直後に発生した。まだ登場拒否の論争が終わっていないタイミングで事件が発生したため世界中のソーシャルメディアユーザー、特にアメリカが衆国、中国、ベトナムのユーザーがユナイテッド航空をボイコットするように求めた。ユナイテッド航空の顧客はユナイテッドロイヤルティやクレジットカードをバラバラにした写真を撮影し、 ソーシャルメディア上にアップロードした。また別の人々は、ハッシュタグチャイニーズライブスマターズを使用して、ブラックライブズマター運動を行い、事件の調査を開始するように、アメリカ合衆国連邦政府に要求した。ユナイテッド航空の親会社である、ユナイテッドコンチネンタルホールディングスの株価は、事件発生前の4月7日大引け時点で70.88ドルであった。 事件後最初の取引日である4月10日には0.9%上昇して71.52ドルとなった。4月11日には1.1%下落し、終わり値は70.71ドルで4月7日の終わり値よりも0.2%低かった。4月12日の取引ではまたも上昇に転じ、取引時間内の時点で4月7日の終わり値よりも高い株価となった。 証券アナリストの S3 パートナーズはこの事件が UAL の将来の財務実績に与える影響について航空会社の統合によりほとんどの路線で競争が激しくなっているため消費者は UAL を利用するしか選択肢がないかもしれません。その結果最近では航空会社に関しては利用者の選択肢が減っていて乗客が より長くより高価なフライトを選ばない限り UAL の収益は予想されるほどには悪化しない可能性があります。と述べた。アナリストのウルフリサーチとコア &CO も UAL の将来の業績を確信していた。航空会社株式の大手投資家であるウォーレン・バフェットはユナイテッド航空がひどい間違いを犯したこと、そして一般大衆の認識が CEO オスカー・アムニョスの最初の反応に影響を与えたことを指摘した。ありがとうございます。